はい、ゲームコレクターの崎寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは FIFA22、まあ、FIFA22 っていうのかな。まあ FIFA の新作です。はい、まあ、大体毎年ね、大体9月ぐらいに出るんですよ。で22って言っても、こう22番目のタイトルという意味ではなくて、単純にこう2022年って意味なんで、まあ、前の年に、2021年に2022年のタイトルが、まあ、出る。まあ、そういうような流れになっています。まあ、ちょっとでもね、古く見えないように、新しく見えるようにっていう、大体そういう、ね、意図だと思います。ということで、早速サイトを見てみましょう。はい。で、EA さんのね、サイトって結構、こう、複雑で、あと、スペック情報とか何をどう見ればいいかよくわかんないこともあるんですけど、まあ、最低限のものを見ていこうと思います。ということで、まずね、FIFA22、選手レート。専門家の意見が出されたので、議論を始めよう。FIFA の公式選手レート。レートはレーティングコレクティブによるってあって、まあ、何のことよくわかんないんだけど、とりあえず見てみるとね、まあ、こんな感じ。FIFA22 選手レートってページがあってね。で、こんな感じで。FIFA22 レート。レートはレーティングコレクティブによる。レーティングコレクティブは、世界のゲームに情熱を注いでいるタレントスカウティングネットワークだ。ダッシュ速度に決定力、パスの精度からスタミナまでピッチ上のあらゆる出来事をつぶさに観察し、選手の能力を30項目以上にわたって、評価する。これらの評価により、FIFA のレーティング1万7000名を超える選手の能力に関する絶対的なランキングが決められる。今すぐ FIFA のレートについて語り合おう。まあ、語り合う必要ないんだけど、まあ、ちょっとね、要約するとこういうことかと思うんですよね。まあ、FIFA のゲームっていうか、まあ、このサッカーゲームの中には、いっぱいチームがあって、そこにはいっぱい選手が登録されてるわけですよ。でも、それぞれの選手の、多分、数値ね、選手のデータっていうのは、まあ、基本とベースは作ってあると思うんですけど、毎年、こう、まあ、毎年っていうか、毎月かわかんないけど、こう、選手はね、やっぱり能力変わってくると思うので、まあ、そこら辺のレーティングを、まあ、してる人がいるんだろうな、と、まあ、そういうことだと思います。はい。で、FIFA の選手レートが続々公開って言って、まあいろいろこう書いてあるんでね。まあこれは実際こう見ていただければいいかと思うんですがね。まあそういうところですね。で、FIFA22 アルティメットチーム。FUT22 のシーズンが今開幕する。新たな方法で対戦カスタマイズ、夢のチームの作成を楽しもう。FIFA22 アルティメットチームの新要素をチェックということで、まあ、FUT22 って書いてあるんですけど、まあ、基本的にはこの、まあ、FIFA22 っていうか、FIFA アルティメットチームっていうのかな。FIFA のゲームって言って、毎年ね、いろいろメインでいろんなものが入ってて、まあ、大体大会系のものはいろいろ入ってるんですよ。で、あと、ストーリー的なものね、そのストーリーに沿ってやると、なんとなくこう、ゲームはこう、把握できるし、なんとなくこう、いろんなね、まあ、その時の設定の中で、こう、サッカーにのめり込むことができるんですけど、まあ、一人の選手としてね。まあ、全員操作することもできるけど、一人の選手を育てるみたいな、そういうストーリーを楽しむことができたりとか、まあ、いろいろモードあるんですけども、まあ、一貫して、まあ、僕はあんまり実はプレイしないんだけど、多分、この FIFA をずっとやる人からすると、メインなのはこの FUT22 って、FUT ってやつなんですよ。で、何かっていうと、まあ、カードがパッと集まって、それでこう、選手を、まあ、ポジションつけて、まあ、そうすると関連性でこう、データがね、何が得意な人がどうとかこう、組み合わせて、それで試合をやって、まあ、育てていって、またカード手に入れたら、こう、入れ替えて、で、まあ、チームを育てていく、まあ、そういうモードなんですけどね。まあ、それをちょっと、特徴をチェックってあるんで見ると、FUT22 のシーズンが今、開幕する。同じかな？新たな進行方法と対戦方法、ピッチ内外の多彩なカスタマイズ、フットボール史に名を刻む選手の再登場。ということで、まあいろいろあるんだけど、まあ、ここでいいかな。シーズンの新たな進め方、FUT コミュニティを相手にオンライン対戦を始める、ディビジョンリバイバル、リバイ、ライバルスかな。ディビジョンライバルスのシステムがリニューアル。試合に勝利して次のステージランクディビジョンに到達し、
より豪華なウィークリー報酬の獲得を目指せ、自分のスキルに適したレベルでプレイできるようにチェックポイントが用意されている。さらに連勝すれば次のレベルに早く到達することが可能。 FUT22 ではシーズンの終了時にディビジョンがリセットされ、到達したディビジョンによってディビジョンライバルスの次の挑戦がどこから始まるかが決まる。まあランキングなりいろいろシステムがあるってことは、やっぱり なんだろうオンラインで長くプレイできる試みってところなのかな。で、ウィークリー報酬&シーズン報酬。 FUT22 で毎週毎シーズンパフォーマンスに応じた、報酬を獲得しよう。毎週試合に勝利するとディビジョン内のランクが上がり、到達ランクに応じたウィークリー報酬を獲得できる。さらに試合をプレイするたびシーズンのマイルストーン到達達成に近づく。シーズン終了時に勝敗数に関係なくプレイした試合数に応じた報酬を獲得できるということでね。まあね、オンラインでっていうか、まあなんだろうな、新作をプレイするときには多分 FUT が一番盛り上がるのかな。新作を即こうオンラインで、ちょっと時間が経ったね、古いタイトルの場合は、どっちかっていうと FUT よりは、まあストーリーだったりね、その好きな選手がどこに所属してるか探してプレイするとか、そっちの方がメインになるかと思うんですけどね。で、エリートディビジョン、まあいいや、もうこの辺はもういいや、飛ばしましょう。はい。で、劣って、で、これが、ワンズ・トゥ・ウォッチ。遺跡にスポットを当てるワンズ・トゥ・ウォッチが FUT22 で再び登場。注目の遺跡選手が特別なダイナミックアイテムとなり、新たな方法でアップグレードを受けます。とあり、これかな？はい。はい。で、アラバの遺跡が決定。まあ、読み方わかんないけど。ワンズ・トゥ・ウォッチについて、以下でご覧ください。ワンズ・トゥ・ウォッチで遺跡市場での注目の遺跡を、記念したダイナミックアイテムが登場。これらの選手は新しいクラブでの活躍に応じて FIFA22 アルティメットチームのシーズン中にアップグレードされます。まあ、いいや。いいや、はい。で、FUT ヒーロー。思い出を呼び起こしましょう。サッカー界で最も記憶に残る選手たちが FIFA22 アルティメットチームのピッチに FUT ヒーローとして戻ってきます。これ結構怪しいな。これかな？ということで、FUT ヒーローでサッカー史に名を刻む選手たちを称えましょう。ファンに愛されるきっかけとなった歴史的な瞬間が反映された新たな選手アイテムです。FUT ヒーローには選手の歴史的な瞬間を捉えて、リーグの特有のケミストリーが特別に用意され、通常の国、地域のリンクに加え、同じリーグ内の選手と緑色のクラブリンクが発生します。FUT22 ではこの新たなシステムにより、ドリームチームを作成し、サッカー史に残る歴史的瞬間を再び味わいます。まあなんかちょっとヒーローっぽい絵柄なのがちょっと僕には分かんないし、サッカー詳しくないからよく分かんないんだけど、サッカー詳しい人からすると多分このヒーロー的なビジュアルもなんかあるんでしょうね。で、だからそのケミストリーが特別に用意されてるっていうのは、多分カードのこう配置させた時のこのつながりの部分のね、相性がいいんでしょうね。はい。で、なんかいろいろとこう、かっこいいんだけど、本当にこういうイメージなのかはどうかはよくわかんないけどね。はい。まあいいや。はい。で、ハイパーモーション。画期的なゲームプレイテクノロジー、ハイパーモーションにより、あらゆるモードで全ての試合がさらに進化。PlayStation 5、Xbox Series X、S、Stadia のみで採用されています。だから、これはあれか。今回ね、FIFA は、スイッチと PS4 と PS5 で発売されるんですけど、PS5 だけこのハイパーモーションというね、システムというか、まあ、テクノロジーが使われてるってことですよね。で、新要素、ゲームプレイ。これがこれかな。ということで、新しいゲームプレイ機能。FIFA22 の新しいゲームプレイ機能がもたらす違いをピッチ上で体感しましょう。
だから、うちの声ハイパーモーション。ハイパーモーションだから、PS4 とかスイッチ関係ねえじゃん。っていうのは。で、さらなるゲームプレイ機能。ゴールキーパーの作新。作新されたゴールキーパーシステムにより、ディフェンス最後の取り手であるキーパーの AI がより高度に進化。ゴール前でのシュートブロックがより確実になり、よりさらに賢いプレイ判断を下します。ゴールキーパーのポジショニングに個性が生まれます。ワールドクラスのシュートストッパーによる驚異的な反射神経など、様々なゴールキーパーのスタイルを再現します。ということで、キーパーが賢くなるっていうのはいいんだけど、僕はサッカーゲームはサッカーゲームとしてプレイするので、なるべくキーパーに穴があってね、その穴のポイントにこうシュートを打ち込むのが好きなんで、まあリアルなね、ゲームを望んでる人は、まあどんどんゲームはね、リアルになっていくから、まあそこはそうだろうなと思うんだけど、まあ僕はね、どっちかっていうと難易度を落としてなんかこうね、姑息なプレイをするタイプの人間なので、まあ、自分のね、味方のキーパーが立候補になるのはいいかな、ぐらいかな。はい。で、本物さながらのボール挙動。FIFA 22に反映される、現実世界のデータは、ゲーム内のボールの挙動にさらなるリアリティをもたらします。速度、軌道、空気抵抗、地面摩擦、回転摩擦を含む様々なパラメータの調整により、タッチ、トラップ、シュート、ボレー、パス、ドリブルといったあらゆるプレーが現実のサッカーさながらの動きで再現されます。まあ、正直言うともう今のサッカーゲーム、もう全部リアルだと思ってるから、まあ、よりリアルになるのはいいんだけども、そこら辺ってこう、なんだろう、判断しにくいんですよね。で、エクスプローシブダッシュ。新たなゲームメカニクスにより、1対1の状況も大きく変化。エクスプローシブダッシュにより、ドリブルやディフェンス中の加速をより自在にコントロールすることが可能です。対戦相手を誘い、タイミングよくフルスピードでディフェンダーをかわし、チーム全体にで攻撃を仕掛けましょう。どういうこと？加速のコントロールっていうのは自分でできるとか、これスティックの話なのかな？倒し具合の話なのかな？まあ、今までもやれてたんじゃないのかなと思うけど、まあちょっとこれプレイして触ってみないとわかんないね。で、新しいオフェンスの戦術。FIFA 22では、ピッチのハーフコートごとに様々なスタイルをチームに設定し、オフェンスの新たな戦術でプレイをより自在にコントロールできます。自陣ではボールをキープし、相手陣内では素早いビルドアップから攻撃を仕掛け、自陣のペナルティエリアからゴール前までダイレクトでプレイし、独自のスタイルを設定することも可能。まあ、いろいろ細かい設定ができるってことなのかな。なんか、あんまり難しくならなきゃいけないよね。で、FIFA 22のゲームプレイを詳細をピッチで確認はしなくていいや。しなくていいや。まあ、新要素はあとはね、キャリアモード。なんかストーリー系のモードかな。で、プロクラブ。まあ、いろんなチーム入ってるとこかな。ということで、まあ、セロ A は当たり前なんだけど、で、まあ、発売されて、これがね、2021年10月1日に発売されて、まあ先に、まあ値段を言うと、FIFA 22の PS4 版が8700円定価ね、税込み。で、PS5 版が9700円税込みなんで、まあそこがなんかハイパーなんちゃらっていう、もうシステムの差なのかな、ゲーム、まあ、のエンジンの差なのかなと、まあそういう感じるんだけど、ここまで見た内容は PS4 と PS5 版の話なんですよ。で、なぜかっていうと、このサイト内にね、スイッチ版の話が全く書いてないんですよ。ということで、ちょっとスイッチ版の情報はこちらで見てみましょう。こちら、任天堂のね、マイ任天堂ストアの方の、まあ、ダウンロードなんですけど、まあ、要は、PS4、PS5 と違って、スイッチには、このレガシーエディションってついてるんですよ。これ、レガシーエディションだから、ちょっと特別なバージョンとかね、限定版とかのように見えるかもしれないけど、そういうわけではないんです。ちょっとこう見てみるとね。あ、これ、ちなみに、これはダウンロードの値段だけども、通常版もこの値段です。だから、PS4 版が8700円、PS5 版が9700円に比べると約半額なんですけど、まあ、理由があるんですよ。で、ここはね、ちょっと見てもらいたいんですけど、パワードバイフットボール。これはいいや。世界中のトップリーグから最新のユニフォーム、クラブ、選手を多数収録。世界各地の有名なスタジアムも収録され、FIFA22 より、
新たに追加されるものもあります。てか、これ怪しい書き方でしょ。あります。もあります。ゲームプレイ機能とモードは任天堂スイッチ版 FIFA21 から変更がありません。これ何を言ってるかっていうと、実は、プレイステーション3版がね、しばらく発売された時も同じような状況があったんですよ。要は、プレステ4版だけどんどんシステムが更新されてね、新しいゲームになっていくんだけど、プレステ3版だけは、前の当日のやつから、選手データとか、ユニフォームとかだけは変わってます、みたいな。要は、もうそこで、システム的にはそこで収まってるんですよ。で、今、スイッチがまさにその状況になってるんで、まあ、要はもう、FIFA シリーズの中では、スイッチは、もう過去のシステムで選手入れ替え。まあ、昔のね、ファミコン時代の野球ゲームの感覚ですよ。まあ、あれもちょっとシステム入れ替わったりしてたけど、まあ、何年度版みたいな出し方のところに、なんか近いところにこう収まりつつあるんですね。で、ゲームプレイ、FIFA22 レガシーエディションのゲームプレイ内容は FIFA21 と同じで、新たな機能の追加や大きな変更はありません。まあ、だからこう、選手データ入れ替えたり、ユニフォームのデータ入れ替えたりとか、まあ、そういうようなことってことですよね。で、プレゼンテーション、FIFA22 レガシーエディションではビジュアルがアップデートされ、ゲーム内のフロントエンドやメニュー画面のデザインが新しくなります。また各モードのブロードキャストオーバーレイパッケージも更新されます。まあ、更新、はい。だけども、レガシーモード、以下のゲームモードを FIFA22 でお楽しみいただけます。機能は FIFA21 から変更はありません。ということで、キックオフキャリアモード、トーナメント。女子インターナショナルカップ、スキルゲーム、オンラインシーズン、オンラインフレンドリー、ローカルシーズン。まあそういう感じですね。まあまあ、要は、さっきからずっと言ってるように、スイッチはもう進化しません。ただ、先週データは借ります。まあそういうようなゲームになってるから、値段が安いってことですね。だからまあこういうことを踏まえた上で、まあ当然ね、サッカーファンの人だったら最新のデータでやりたいだろうし、僕みたいにまあそこまでサッカーファンじゃないから、まあ、とりあえずなんとなくこうプレイできればいいやと思ってる人からすると、またちょっと違うスタンスなんですけど、まあ、とにかく、なんだろう、最新の選手でプレイしたければ、どのバージョンもでもいいんだけども、最新のシステムでプレイしたいとか、エンジンでプレイしたいとかいう人は、より高スペックなね、ハードのゲーム機で遊んでください。ということで、この動画がね、情報が役に立ったかどうかはまあ別にして、僕のチャンネルにご支援いただける方はぜひね、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。